いやーなんか新しい黒パンが欲しいなぁとは言っても黒パンってめちゃくちゃバリエーションが多いんだよなユニクロでもやってるしグローバルワークもあるしセレオリもあるしどういったものを買えばいいのかわからないんだよな自分の年齢だとか体型だとか趣味趣向に応じてどんな黒パンが似合うのか誰か教えてくれないかなと思ってる皆さんこんにちはスタイリストの大山俊です今回の動画なんですが大人の黒パンナンバーワン決定戦あなたに似合う黒パン教えますというテーマでお届けをしたいな と思っています冒頭にもお伝えした通り黒パンってめちゃくちゃゃく種類があるかなと思うんですね、まあ、僕自身、黒パンの愛好家として、今までいろんなブランドのいろんなモデルのものを買ってきました。まあ、ここまでたくさんあると、なかなかですね、一般的にはどれを選べばいいのかわからない、どんな違いがあるのかがわからないという方、非常に多いのかなと思います。そこで今回の動画では、様々なブランドの黒パンをご紹介しながら、この黒パンはこういった特徴があって、こんな人に似合いますよというところですね、細かく皆さんに解説 今回の動画を見ていただければ、今後ですね、黒パン選びに迷うことはだいぶなくなるかなと思うので、ぜひ完全保存版として皆さんもお楽しみいただければなと思っています。身近なユニクロだとかグローバルワーク、またちょっと予算感は上がりますが、セレクトショップのオリジナルまでしっかりとカバーをしていきたいなと思っていますし、最後ですね、番外編として僕自身がいつも愛用しているですね、ちょっとコアな黒パンもご紹介したいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルではお 男性に向けてメンズファッションの基本ですねなるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、こっからですね、具体的に大人に似合う黒パンをですね、皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まずはですね、ベースとして知っていただきたいのが、ユニクロ3段活用なんですね。僕らにとって最も身近なユニクロには、代表的な黒パンのモデルが3つあるんですね。その中で、まず1つ目がですね、感度パンツと呼ばれるもの、2つ目がスマートアンクルパンツ、そして3点目がタックワイドパンツというものですね。まあ、これらは皆さんもすでにご存知かなと思うんですが、それぞれに明確な特徴が あっっってこううういいいた人に似合う似合合わないとといのがですねしっかりと決まってるるなというののが僕の中にはあるんですねまず1点目、感動パンツから解説をしていきたいなと思うんですが、このボトムスは結構歴史が長いです。僕も最初見た時には結構衝撃的だったのが、この感動パンツだったんですね。感動パンツ出始めの頃というのは、まだですね、タイトシルエット全盛だったので、結構このボトムスというのは衝撃的で、イタリアのボトムス専業ブランドである、インコテックスだとか、PT だとか、そのような高級ブランド ののシシッットホーストトを出させるよううななすごく足長効果ががあって綺麗なシルエットのボトムスがユニクロからたたということいこで僕も衝撃を受けましたやっぱりリリースされたタイミングにもよるかなと思うんですがタイトですごく足を綺麗に見せてくれるようなボトムスなんですね。ですので正直ですね今のトレンド感というところで言うと感動パンツって結構離れちゃってるのでおしゃれな好きな人にはあまり響かないボトムスかなと思うんですね。一方でスタイルをよく見せるというところではもうダントツですね。この3本の中でも優れて いるので主に40代ですとか50代の大人の男性で割とこうスマートな見せ方をしたい方には感動パンツって一番ハマるかなと思いますあとはですねビジネスシーンなんかで使う時にも感動パンツはもう制服的な立ち位置で使うことができるかなと思うんですねベーシック思考定番思考で大人の男性にあうのは感動パンツと覚えておくとまず間違いがないかなと思いますそして2番目ですねスマートアンクルパンツ僕の動画の中でも散々出てきたボトムスが ススマーートアンンンクルパパツツななんんでですがが感動パンツよりもちょっっと時期がずれてリリースになったんです、ね、まぁ、あ、シルエット的なところで言うと、タイと一辺倒なところから、ちょっとこう、ワイド感のあるものが出てきたなっていうタイミングで、スマートアンクルパンツが投入されたわけなんですが、丈けの長さですね、最初からスッキリめになっているというところで、まあ、アンクルパンツという名前がついているんですが、シルエットに関しては、もも周りにはゆとりがありつつ、膝から下テーパードといって、徐々に細くなるようなシルエットを採用しています。でですののほんのり今っぽさは感動パンツに 比べと漂うんですがバキバキのトレンド感というところは漂わなくて割といろんな方に使いやすいようなベースとなるようなボトムスになってくるかなと思っていますで、感動パンツってやっぱり履ける方が限られるんですねある程度細身の方とか普通体型の方だったら合うんですがちょっとぽっちゃり体型の方になっちゃうとなかなか合わせづらかったりするんですが、まあ、スマートアンクルパンツの方が少しも周りにゆとりがあるのでまだ履きやすいかなと思いますおしゃれ初級者の段階で使えるボトムスでもあります 感動パンツよよりははちょっっっっっととと今っぽさも漂うううのででそういいたところでは、まあ、ベーススににななななててくるるボトムスになるかなと思っています。一方で三つ目、タックワイドパンツに関しては、これ本当に最近ですよね。ここ数年リリースされたボトムスになってまして、まあ、ユニクロの中でも割とこうベーシックなシュレットのものは多かったんですが、ワイド感のあるボトムスってあんまり多くなかったんですね。その中でも鉄板のボトムスとして現れたのがこのタックワイドパンツというもので、その前にタックテーパードパンツというものがあって、その進化バージョンとして タックワイドパンツが出たわけなんですがこれはトレンドを意識したようなボトムスになってくるので誰にでも似合うというわけではなくてトレンド感の漂う着こなしが好きな30代から40代前半の方だったらハマるかなと思います一方で感動パンツがしっくりとくるような40代50代世代の方だとか定番志向の方にはタックワイドパンツはまずハマらないかなと思います僕の動画の中でもタックワイドパンツをお勧めすることがあるので試着をしてみたんですがハマらなかったなんかしっくりこなかったっていう 方は年齢ですとかあとは自分の好きなスタイルですねタイトで本当にこうベーシックなスタイルが好きなのかもしくはトレンド感が漂う着こなしが好きなのかこの指向性によってもタックワイドパンツが許容できるかどうかが結構変わってくるんですねですので僕自身でいうとこの3つのですね感動パンツスマートアンクルパンツタックワイドパンツの中では最もタックワイドパンツが好きなんですねまあ、トレンド感のある着こなしが好きなのでそういったものが好きなんですけどもまあ僕のチャンネルの中で一番使いやすい 安いななとと思っているのがスマートアンンクルパンツかなという位置づけですねそして最近ですね50代向けの動画なんかもよく作っていますがそういった方には結構サイズさえあれば感動パンツが合ってくるのかなというようなこんな位置づけになってくるかなと思います。 これをベースにしながら今度はユニクロからちょっと離れてですね、グローバルワークのですね、アーバンスラックスを見ていきたいなと思うんですが、シルエットで言うと結構感動パンツに近いような細さのあるボトムスなんですね。これ爆売れしてるですね、もうグローバルワークの大定番アイテムになってくるかなと思うんですが、やはりタイトシルエットに軸を置いたような足をきれいに見せてくれるようなスラックス型のボトムスなので、今のトレンド感満載というものではなくて、スタイルをよく見せてくれて、足長効果があるというところではすごく 使いやすいようなボトムスかなと思います。一方で、おしゃれが好きな中級者以上になってくると、感動パンツだとか、アーバンスラックスだとか、この辺りの細身のシルエットって、まあ今っぽく見えるかというと、そういう感じではないので、多分しっくり来ない方も多いんじゃないのかなと思います。まあ、ここでちゃんとお伝えしておきたいんですが、万能なボトムスはないんですね。誰にでも好かれるようなものっていうのはないので、そこは意識していただきたいなと思うんですね。まあベーシックなものであれば、定番的なものが好きな方に受けますし、一方で、おしゃれが好きな方 だからはんなんかつまんないよなと思われます一方でトレンド感が漂うようなタックワイドパンツになってくるとおしゃれが好きな方には響くけども定番的なものが好きな方が見るとですねなんかやぼったいなとかしっくりこないなという感想になるのでまあ、それぞれ完璧なものはないというところは覚えておいていただきたいなと思っていますそしてここで登場してくるのがセレクトショップのオリジナルというジャンルですね僕の動画の中でよく出てくるのがユナイテッドアローズグリーンレベルリラクシングなんですがこちらのブランドの大定番と呼べるのが オルマイイージーパンツかなと思います。これはですね、すごく優秀で、個人的には結構今回ご紹介する中では、最も多くの方にはまりやすいかなと思うんですね。シルエットで言うと、スマートアンクルパンツとタックワイドパンツの中間的な立ち位置かなというイメージなんですね。スマートアンクルパンツって、ちょっと前までは程よいトレンド感もあって良かったんですが、だんだん年月を経ることによって、まあ、いよいよですね、トレンドというのが、タイトからワイド感のあるものに移行した時に、 スマートアンンクルパンツとととややちちょっっ中中なななな立ち位置になっているかなというののののが僕の中ででの今の感覚なんです、ね、まぁ、あ、そんな時にスマートアンクルパンツよりはちょっとゆとりがあるんだけどもタックワイドパンツよりは癖がなくて履きやすいですねオルマイジーパンツというのが結構使いやすいんですねなので動画の中でもよくお伝えしてるんですがもも周りもゆとりがあり膝から下テーパードかかってますがスマートアンクルパンツよりは適度なゆとりがあるのでちゃんと今っぽく見えるボトムスなんですねだけどもタックワイドパンツに比べるとワイド 感が強くないので割とスマートに見えるというところもあるのでこれが結構最強感があるんじゃないのかなと個人的には感じていますですのでおしゃれ初級者から中級者までしっかりと響くというところではオールマイージーパンツすごく使いやすいかなと思いますただやっぱりですねおしゃれが好きになればなるほどですねオールマイージーパンツでもちょっと物足りなさを感じる方もいらっしゃるかなと思うのでそういった時にはユニクロのタックワイドパンツを選んでもらうかもしくはセレクトショップのオリジナルでももうちょっとワイド感のあるものもあったりするのでまあそういった たもののを選んんでいいいいいただくとといいじゃないのかなか思っています例えば、417のワンタックイージーパンツですね。これ先日店舗に行った時にもご紹介しましたが、このあたりはタックが入っているので、腰回りにゆとりがあります。だけども、膝から下にかけては少しだけテーパードをかけているので、ワイドになりすぎないようなシルエットになっていますね。まあ、ユニクロのタックワイドパンツと結構近しいようなサイズ感になってきているので、トレンド感がある方にはすごく響きやすいのと、やっぱりですね、ある程度おしゃれが好きになってくると、 ユニクロもいいんだけども、もうちょっと気分が上がるようなブランドを使いたいという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、そんな時にタックワイドパンツとまあ、似たような雰囲気だけども、もうちょっと価格帯も上がって、細部のディティールもこだわっているというところでは、417のワンタックイージーパンツとかはすごく使いやすいんじゃないのかなと思っています。また、ビューティアンドユースで展開しているボトムス専業のシングレスというですね。レーベルがあるんですが、ここのパンツもですね。かなり使い勝手が良くておすすめしたいなと思うんですが、こちらのワンプリツワイドパンツというのはユニクロのタックワイド。 よりもさらにゆとりがあってトレンド感漂うようなボトムスになってるのですごくバランスがいいかなと思うんですね中級者以上の方であっても満足できるようなそんなボトムスになってくるかなと思うので、まあ、この辺りをしっかりと押さえておけば僕は満足できる黒パン選びができるんじゃないのかなと思っています、まあ、正直ここまで来るとですね似合う人っていうのは結構限られてきて年代で言うと30代から40代の前半までで趣味趣向としてはトレンド感のある着こなしが好きな方ですねそういった人であればこの のようなちょっとワイド感のあるボトムスは似合うんですがおしゃれ初級者の段階だとかまあ、そもそも40代後半以降であるとここまで太いボトムスだとなかなかですねやぼったく見えてしまってだらしなく見えてしまうことも多かったりするのでなかなか難しいかなと思うので履ける人の範囲は狭まってくるんですが個人的にはこれぐらい太いパンツもすごく好きだったりするのでまぜ、あ、ひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています はい、ということで今回の動画では大人の黒パンについて皆さんに解説をさせていただきました。年齢だとか体型、趣味、嗜好によって似合うものってやっぱり変わってくるかなと思うんですね。いろんなブランドの黒パンをご紹介してきましたが、まず試してみていただきたいのはユニコのスマートアンクルパンツ。これが一番重要なんですね。まずはここからベースに入っていくといいかなと思います。これを実際に試着をしてみてしっくりくる方もいれば、なんかこれでもやぼったく感じる方もいらっしゃると思うんですね。まあ そんな時にはスマートに見えるようなユニクロの感動パンツかもしくはグローバルワークのアーバンスラックスですね。このあたりを選んでいただければまず間違いがないかなと思います。そしてユニクロのスマートアンクルパンツを買ったんだけどももうちょっとアップデートしたいな、もうちょっとクロート感出したいなっていう場合には少しだけゆとりを持たせたグリーンレーベルのオルマイージーパンツだとかトレンド感をもうちょっと強めた417のワンタックイージーパンツですね。このあたりを選んでみるのもいいかなと思います。まあ、さらにトレンド感 強くしたいのであればユニクロのタックワイドパンツを選んでみるのもいいかなと思いますしクロート感満載のですねスイングレスのワンプリーツーワイドパンツなんかもすごくいいかなと思いますのでまぜ、あ、ひ皆さんのですね好みに応じてこういったものを使い分けていただければいいかなと思っていますちなみにちょっとワイド感のあるボトムスに関しては体型をあまり意識しないで使うことができるというのも結構嬉しいポイントかなと思いますまあ、痩せ型の方にも似合いますしぽっちゃり体型の方であってもワイド感のあるパンツって似合うんですね一方 でポッチャリ体型の方だと割と感動パンツだとかアーバンスラックスのハマりが良くなかったりするので中央なスマートアンクルパンツよりももうちょっと太めのものの方が合わせがしやすいんじゃないのかなと思うのでそのあたりも頭の片隅に置いていただきたいなと思っています、まあ、本当に人によってどの黒パンがしっくりくるかはそれぞれだと思うんですねそして今まで履いていた黒パンになんかしっくりこなくなるというタイミングもやってくるかなと思いますそんな時にちょっとクロー感のあるボトムスに変えてみるだとかそういった活用ができると皆さんに しっくりくる黒パンが見つかりやすいかなと思うので、よかったら参考にしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思っているんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またちょっとツー向けになります。専門ブランドのアイテムに関しましては、僕はもう一つ運営してます。youtube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね。週末にライブ配信をやっていまして、皆さんから。 ご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね。ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて、文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が愛用しているものをどんどんご紹介をしています。僕自身も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので。こちら こちららも気にななる方方は概要欄の方からチェックをしてていいただければなと思っていますそして、ここからが番外編なんですが、僕自身が愛用している黒パンというのはですね、今回ご紹介したものではなくて、ちょっとコアなアイテムになるんですが、こちらですね、H Beauty and u のウーステッドベイカントイージーパンツですね。結構動画の中で履いてると、それどこのボトムスですかと聞かれるんですが、僕はこちらのボトムスを愛用しています。今回ご紹介したボトムスと比べても、さらにちょっと太いんですが、ウールの上質な素材感ですね。 美光沢があって金のある見た目のおかげでそこまでやぼったく見えないですし適度にテーパードは効いているので大人見えするのでこれも良かったらぜひチェックしていただければなと思っています以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに